ヘッド・キャシディはアメリカ合衆国の俳優、声優である。1932年、ペンシルベニア州ピッツバーグに生まれる。その後は、ウェストバージニア州で育った。高校時代にはその高い身長を生かして、バスケットボールとフットボールのチームに所属。高校を卒業後は、ウェストバージニアウェスレヤン大学へ進学し、その後、ステッソン大学へ編入した。 大学を卒業後の1956年に結婚したのを機にテキサス州ダラスへ移り住みディスクジョッキーとしての職を得てラジオの分野で活躍した1964年からレギュラーキャストとしてアダムスのお化け一家への出演を開始同番組では高身長を生かしてアダムス一家に使える巨人の羊ラーチを講演同時に アダムス一家のメンバーでもある手だけのキャラクター、ハンド君もキャシディが演じた。徐々にお茶沼での知名度も上がり、バットマンや0011ナポレオンソロなどのテレビドラマにゲスト出演するようになり、役者としてのキャリアを構築した。1969年に劇場映画、マッケンナの黄金でデビュー以来、明日に向かって撃て、などへも出演している。 声優としても多くのテレビアニメへ出演しており、1970年代に制作されたアニメ版のゴジラではゴジラの声を担当した。1956年にマーガレット・ヘレン・ジェシーと結婚し、2児の父親となったが、1975年に離婚している。1979年1月16日にロサンゼルスの病院で心臓の手術の際に、 合併症により池を引き取った46歳だった。ありがとうございます。